ああ、昨日の中野音羽です。そうだ、中野さん。あの、今度はちゃんと書類持ってきました。おお、ありがとう。そうそう、結局桜荘のみんなこのコンテストに参加するってさ。本当ですか？多分 RPG を作ることになると思うよ。 RPG ですか？スケールが違いますね。やっぱりすごいです、空田先輩。いや、それほどでも。まだ何も作ってないし。参加手続きの確認はもうされましたか？なんとなくは。スーパークリエイター発掘プロジェクトに参加するにはまずチーム登録をします。その上で企画書を送る必要があるんです。ああ、その辺は昨日公式サイトで読んだよ。エントリーの締め切り日結構近いんだよな。はい、でも桜荘の皆さんなら企画書くらい簡単に通過すると思いますよ。そんなにうまくいくもんかな。それで企画書通過した後には3回制作したゲームを提出する必要があります。その提出時期はコンテスト内ではステージと呼ばれています。アルファ版、ベータ版、マスター版の計3段階ステージが設定されているんです。なんか聞いたことあるぞ、そのアルファ版とか。実際のゲーム開発現場でもそういうの作ってるとか。はい、実際のゲーム制作の流れに沿って進行するのがこのコンテスト一番の特徴なんです。ただし各ステージに到達した時チームの得票数が少ないとその時点でコンテスト敗退となってしまうんです。得票数って誰の？今回提出した企画書やゲームを評価するのは一般ユーザーの人たちなんです。一般ユーザー？今回のコンテストではソーシャルメディアを使うんです。ああ、今流行ってるソーシャルメディアね。一歩間違うと大炎上することでおなじみのあのソーシャルメディアか。このコンテストでは広報活動の重要な要素の一つなんです。一般ユーザーの投票、いいねの評価を獲得するために宣伝しなきゃいけないんです。いいねの評価をたくさん獲得できればアルファ版、ベータ版、マスター版と進めるんです。なるほど、結構大変そうだな。ゲームを魅力的に見せる広報も必要なのか。作るだけじゃなくて宣伝もするなんてかなり本格的なコンテストなんだな。空と、なんだ RPG って何？今それ聞くの？お前は RPG が何かも分からずにやるって返事したのかよ。そうよ。偉そうに言われても全然偉くないからね。開き直りほど立ちの悪い態度はないからね。太刀魚の開き？シーナ、俺たちは今何の話をしてたと思う？空と太刀魚の開きって何？俺の質問はスルーですか？しかもまだ答えを聞いてない質問を放置して別の質問をするな！別の質問？ RPG が何なのか知りたいんじゃないのかよ！そこまでではないわ。俺は一体どうしたらいいんだ！そういえば、ソラタ、RPG って何？ロールプレイングゲームの略で RPG。 なんとかクエストみたいに戦いながらお話に沿って進むゲームのことを言うんだよ。今は一人プレイが基本だけど、みんなでお話を一緒に遊べたら楽しいかも。戦うだけなら MMORPG があるもんな。あ、シーナ、お前 RPG のこと分かったか？なんとなく。本当に？ロールケーキみたいな雰囲気ね。後でゲームそのものを見せた方がシーナは理解できるのかな。やっぱり皆さん楽しい方々なんですね。あ、そ
そうかな。その皆さんに私は入れないでね。あの、私もぜひ皆さんのお手伝いがしたいです。私ずっとゲームを作ってみたくて、でもどうすればいいのか全然わからなくて、絵も少しは描けますけどクオリティが足りないからってサークルにも入れなくて、これが私にとって最後のチャンスなんです。お願いします。中野さん、お願いします。もう頼れるのはそなた先輩だけなんです。わかった、みんなに聞いておくよ。ありがとうございます。あの、それじゃあ私ももっと詳しいこと今からいろいろ調べておきますね。それでは失礼します。神田くん、鼻の下が伸びてるわよ。そんなことないって。ソラタ、なんだよ。鼻が伸びてるわ。それはもっとねえよ。早く作らないと。よし、やるぞ。ジンさん、ん？今日も桜荘にいるんですね。珍しい。今日のりこさん夜勤入っちゃったんだよ。俺がいると都合の悪いことでもあるのか？そういうわけじゃないですけど。あ、そうだ、そういえば昨日言ってた女の子なんですけど。乗り換えるのか？まあな、年下って従順そうだもんな。でも年下は年下でそれなりの苦労があるって聞くぞ。誰もそんな話してないですよ。しかも乗り換えって何ですか。俺まだ何にも乗ってないし。お前の場合焦っても仕方なさそうだし、まあ気楽にやれよ。あ、はい、わかりました。って勝手に話を終わらせないでくださいよ。昨日コンテストのことを教えてくれた女の子がですね。乗り換えるのか？だからそういう話してんじゃないんですよ。わかったわかった、ちゃんと聞くから。で、その可愛い後輩の女の子がどうしたって？俺たちの制作チームの手伝いをしたいらしいんですよ。ほう、何ですかその微妙な反応。もしかして上から85、59、86の音羽ちゃん？俺には3サイズはわからないですよ。でも確か名前は中野音羽さんって。あれ、どうしてジンさんが知ってるんですか？ジンさんの特殊能力って3サイズだけじゃなくて名前まで透視できるんですか？違うよ、その子今日俺のとこに来たんだよ。あ、なんでですか？なんかいろいろ教えてほしいってさ。はいはいはい、今朝私のとこにも来たもん。あ、美咲先輩、先輩のとこにも？すっごく可愛かったから思わず20分間の熱い抱擁を交わしちゃったよ。なるほど、それで心が折れなかったなら精神的な面では安定感がありそうですね。で、どうすんの？はい、何がですか？何がですかじゃないだろう。その子入れるのか？
どうなんでしょうね。桜荘に呼んでしまっていいものかどうか。いいよ、呼んであげようよ。部屋もどこか適当な空間をくっつければいいよ。住まわせる気ですか？美咲先輩、それはいろんな意味で無理ですよ。確かに空き部屋はもうないし、改装するスペースもないし、そもそも問題を起こさなきゃここに送られることはないしな。無理やり問題を起こさせるようなことはするなよ、美咲。ちょっと他のみんなにも聞いてみましょう。コンテストの詳細も分かったし、その説明もしないと。というわけで、まずコンテストは複数回のステージ通過が必要。それから勝ち抜くためには広報活動が必須ということだそうです。要はいいねをたくさん集めたチームが優勝ってことね。何回か設定されてるステージを迎えた時、いいねの数が足りなきゃ足切りか。大学受験みたいなシステムってことだな。そうですね。はい、じゃあ私が広報宣伝用アニメを作るよ。タイトルはバックトゥーザマスイネ。自堕落な生活を送っていたマスイネ君の元にある日一台のコンバインが届く。なんとそのコンバインは時空を超えて稲刈りができるタイム収穫マシンだった。いいねと稲をかけてるんですか？タイム収穫マシンってそんなに心躍るマシンなんですか？ゲームなんてやめて、思わず米農家になりたいと思うくらい魅力的なマシンだよ。それじゃあいいねじゃなくて米農家が増えるだけじゃないですか。美咲先輩はゲーム制作の作業もあるんだから、どっちみち広報とかしちゃダメです。つまんないな。空と来て。あの、今会議中なんだけど。善は急げよ。急にどうしたんだよ、椎名。何を思いついた？探しに行くのよ。何を？たくさん集めないといけないんでしょ？念のため聞くけど、何を？いいね。なんでお前まで美咲先輩に釣られてるんだよ！いいねといいねは違うんだぞ！そんなはずないわ。その自信は一体どこから来るんだ？だいたいこの時期、稲なんて刈り取られて出荷してるだろ。いい根を集めるとは言ったけど、その辺に落ちてるようなもんじゃねえ。いい根がその辺で詰めるんだったら、ゲーム制作じゃなくて野草摘みコンテストだよ。ソラタ、ちょっとうるさいわ。誰のせいで俺は稲といい根の違いをここまで丁寧に説明する羽目になってんだよ。米農家、お前だ！とんだとばっちりだよ！全国の米農家に謝れ！神田くん、本当にうるさいよ。誰も俺を助けてくれない。そうだそうだ、後輩くんうるさいぞ。元はといえば美咲先輩のせいじゃないですか！そうだ、乙葉ちゃんが手伝いたいって言ってる件はどうするんだよ。ああ、そうですね。危うく稲と一緒に刈り取られるところでしたよ。誰よ、その女。椎名はもう2回も会ってるし、そのセリフはこれで3回目だろう。俺、もうこれ以上説明する必要も、突っ込み入れる必要もないよね。我慢は体に良くないわ。話を戻すと、1年の中野乙葉さんが俺たちの制作を手伝いたいそうで。その女はゲーム制作に必要なスキルを何か一つでも持ち合わせているのか？それは少し絵が描けるって言ってたかな。あとは日記を少々。その程度のスキルなら増員は不要だ。何もできない女を増やしたところで余計な仕事が増えるだけだぞ。そうは言っても今回は結構長丁場なんだろ。提出も何回かあるっていう話だし、ソラタの手伝いとかデバッグ要員も足りなくなるだろう。
ニャボロンだってギリギリまで作ってたんだし、いろいろと手伝ってくれる子が増えるのは心強い。人数は多い方が楽しいもん。入れてあげようよ。私は来てもらった方がいいと思う。近くで監視しておかないと、神田くんが何するかわからないし。青山、今何か？何でもありません。そうですか。まあ赤坂はこう言ってるけど、正直手伝ってもらえるとすごく助かるし、俺は来てほしいと思う。空太のバカは？ああ、早速仕事が一つ増えたな、空太。はあ。とりあえず中野さんには明日来てもらうってことで伝えておきますよ。やった！また桜荘が賑やかになるね。ありがとう後輩くん。そうだ、歓迎会もしなきゃいけないんじゃないか。え、でもここに住むわけじゃ。住もうが住む前が桜荘の一員になるんだよ。明日ちゃんと歓迎会やってあげようよ。そうですね。明日？今夜じゃないだけマシだろ。大丈夫、中野さんは美咲先輩の熱い抱擁に20分間耐え抜いた強いハートの持ち主だ。本当に大丈夫なの？鍋の準備は私とジンでやっとくよ。人間が食べられるものでお願いします。その辺は俺がいるから大丈夫だよ。それより空太たちはちゃんと音羽ちゃんを連れてきてくれよ。わかりました。とりあえずこれで体制は整った。けど進行ってどうすりゃいいんだっけ。進行ってどうすればいいんだっけ。ただいま龍之介様は七味唐辛子に含まれる消しの実の依存作用についてお考えになっています。それゆえ誠に申し訳ありませんが、空太様のメッセージに対応することはできません。メイドちゃんか。でもまあ企画書の作り方も教えてくれたし、このままメイドちゃんに聞けば教えてくれるだろう。じゃあメイドちゃんでいいので手ほどきをよろしくお願いします。じゃあなどと存在な扱いを受ける私の気持ちもお考えいただきたいものです。ネットや家電を通じて物理的な攻撃を空太様に与えることも可能なのですからね。かっこ笑い。やばいやばい、シャレにならん。このままじゃ本当に攻撃される。申し訳ありませんでした。ご教授よろしくお願いいたします。空太様はご理解が早くて助かります。相変わらず黒いよメイドちゃん。そのうち世界でも征服しそうな勢いだ。まずご自分のディレクターという立場をご理解ください。ディレクターと一言で言っても千差万別。徹底して進行管理のみを行う管理タイプの方もいれば、作業を受け持ちつつ制作の舵取りをする方もおります。たまに現れてゲームの感想を述べるだけでディレクターを名乗る方もいらっしゃいますね。今回空太様が受け持つディレクターのお仕事は大きく分けて2つ。まずは仕様の策定です。企画書の段階ならば売りとなる要素の考案になりますね。ゲームを構成するルールとなる仕様を決めて各スタッフに作業指示を出しましょう。空太様、ここまできちんとご理解いただけましたか？理解しました。本当にご理解いただけてますか？難しいようでしたらはっきりとおっしゃってくださいね。これは遠回しにバカなお前に理解できないはずとかそういうこと言ってるわけじゃないよな。バカなお前に
に理解できないはずだなんて、そんなことは思っていても申し上げませんよ。カッコテレ。カッコテレの使い方おかしいだろ。あと絶対バカなお前に理解できないはずって思ってるだろ。問題ありません。次へお話を進めてください。かしこまりました。もう一つのお仕事は一言で申し上げますと、スムーズな制作進行管理です。銀河猫ニャボロンは短期間の制作でした。なので特に意識する必要もなかったと思います。しかし今回は前回よりも長期にわたっての開発となります。ですので各スタッフのトラブルをその都度対処する必要があります。例えば悩みを抱えたスタッフの作業の手が止まってしまうような事態も起こりうるでしょう。その際はソラタ様がスタッフに声をかけて悩みの原因を一緒に解決してあげてください。つまり単にゲーム制作の進捗管理をするだけではなく、スムーズに制作が進行するよう各スタッフの心身に気を配る必要があるということですね。ご理解いただけましたか？なるほど。ディレクターっていろいろ考えることがあるんだな。単にゲームを作るだけじゃないってことか。とてもよくわかりました。ソラタ様はご理解が早くて助かります。他にご不明な点はございますでしょうか？他に聞いておきたいこと何かあったかな。そうだ、結局中野さんの件は赤坂の助言を無視した形になっちゃったし、謝っておきたいかな。赤坂に伝言頼めるかな？はい、なんなりとお申し付けください。さっきはすまん、余計な仕事増やさないように気をつけて頑張るよって伝えておいて。かしこまりました。ソラタ様の伝言お預かりいたします。おそらくこの伝言を受け取った龍之介様はこうおっしゃると思われます。そんなことを考える暇があったら仕様の一つでも切る時間に回した方が生産的だと。だよね、目に浮かぶよ。メイドちゃん、今日はありがとう。立体映像技術が実現されたら遊びに行こう。はい、ぜひ高級懐石料理をいただきたく思います。もちろんその時は全額ソラタ様のご負担ですよ。いつまでも変わらないあなたも素敵です。さてと、まずは企画書作りからだ。明日から頑張るぞ。神田、僕の隣の部屋で騒ぐのはやめてくれ。8時間は睡眠時間を確保しなければ作業に差し支える。いるならいるって言えよ。そんなことを言う義務もなければ僕がわざわざ回答する質問内容でもない。それから中野乙葉の件は正直どうでもいい。一番苦労をするのは神田だからな。そうですか。ま、赤坂なりの優しさということにしておこうか。よし、明日から頑張るために今日は寝るぞ。